Hello from Tokyo Japan. My name is Hiroshi Kato and I'm an a i Sales Engineer for Olympus Corporation. 本日はアルミダイカストのアプリケーションをグレードマッチ機能のカスタマイズと合わせてご紹介いたします。バンタの最大の用途がアロイアプリケーションであることは皆さんご存知の通りですが、その中でもアルミ系材料の分析はバンタの優れた軽減素検出力の恩恵を受けることになります。 アルミダイカストは高精度で複雑な形状に対応でき大量生産が可能なことからさまざまな製品の部品として利用されています特に大きな用途となっているのは自動車部品でエンジントラスミッションなどにおける多くの部品に使用されていますまたパーソナルコンピューターモバイルデバイスといった電子機器や家電製品レジャー用品などにも使われています ダイカストを材料として部品製造を行っている工場は世界中至る所に存在します他の合金グレードと同様にアルミダイカストも成分構成によっていくつかのグレードが存在しますそのためしっかり判別して適切なグレードを使う必要があります一番よく使われるのはアルミ・シリコン・銅のダイカストで日本においては ADC12 と呼ばれています これは日本の工業標準によるグレード名なので日本以外の地域ではそれぞれローカル規格によって名称が付けられていますさてこのアルミタイカストの合金名 ADC12 は標準の合金データベースには登録されていませんのでテストしたときに合金名が表示されるよう合金データベースの編集をしてみましょうバンタのメニュートレイを開いてグレードマッチを選択します 既存のグレードライブラリーから編集するライブラリーを選択し、複製を押します。ここでは新しいライブラリー名を JIS ADC としています。作成された JIS ADC ライブラリーを選択し、編集を押します。新規追加を選択し、新しい合金名。 ADC12 を作成します成分構成が近いグレードがすでに登録されている場合にはクローン複製を使って編集するのも良いでしょうグレードデータを選択必要であれば名目ベースメッセージを入力します元素スペックには主成分であるアルミニウムのほか構成される銅、シリコン、マグネシウム等の 各元素を順に登録していきます。そしてそれぞれの元素の規格値の最小値最大値を入力していきます。 どうであれば最小1.5%最大3.5%になります同様に主成分であるアルミニウムも含めて全元素の入力を完了させますこれで ADC12 が登録できましたので設定画面を終了します ADC12 の規格値では マグネシウムが 3000ppm より少ないとされています実際には 1000ppm レベルでの検出が求められますしたがってこれをグレードマッチさせるためにはマグネシウムに対する低い LOD が必要になりますここにあるのは VMR でグラフェンウィンドウを備えていますこのモデルは現在市販されているハンドヘルド XRF の中では最高のマグネシウム検出能力を持っています 理想環境下でのマグネシウムの LOD は 780ppm ですそれではアルミダイカストを実際にテストしてみましょうこれは自動車のエンジンに使われる部品ですトリガーを引いてテストを開始します測定時間はビーム1を5秒ビーム2を10秒に設定しています微量なチタンはビーム1のわずか5秒また 微量なマグネシウムであってもビーム2のわずか10秒で検出ができ先ほど登録した合金名 ADC12 で判定されました先ほどのテストで登録した ADC12 のような合金名に限らず例えばスクラップリサイクル会社においては正式な合金名ではなく業界内の独自の用語を使って取引していることがあります。そのようなケースでも デモの時に、合金データベースを編集して、彼らが普段使っている用語で表示させてあげると、装置に対する印象は格段に良くなります。アルミダイカストは、自動車などの輸送機器では主要な部品材料となっており、そのサプライチェーンの至るところで品質管理のニーズがあります。また、軽くて丈夫、錆びにくい特徴により、自動車以外の様々な工業製品においても、 軽量化ニーズに伴って用途が広がっています電気製品のほかにも一般機械や建築材料でも使われるようになってきていますちなみにバンタのこの部分もアルミダイカストですご清聴ありがとうございました